こんにちは、エルバスファームです。皆様大変お待たせしました。今回は先週から行っていたボベサとアガベのプレゼント企画の抽選を行いたいと思います。正直始める前は数名の方でもご参加いただければありがたいなと考えていましたが、蓋を開けてみれば90名もの方にご参加いただきました。本当にありがとうございます。北は北海道から南は沖縄までと、5000人といえど全国各地でこのチャンネルを見てくださっている方がいるのだと驚きつつ、嬉しい気持ちでいっぱいになりました。またメッセージを添えてくださったりと本当に嬉しかったです。この企画にご参加いただいた皆様、本当にありがとうございます。では少し倍率が高くなってしまいましたが、実際に抽選を行っていきたいと思います。抽選方法は、皆様にお送りいただいたニックネームをこの抽選アプリの中に登録させていただきましたので、この抽選アプリを使って3回抽選を行いたいと思います。それでは早速抽選を行っていきたいと思います。では早速抽選を行いたいと思います。まず1人目の方です。1人目の方はオムライスさんです。おめでとうございます。2人目の方に行きます。2人目の方はトトロさんです。おめでとうございます。では最後の方に行きます。3人目の方はフィッシュボーン好きさんに決まりました。おめでとうございます。ご当選された方にはこの後メールをお送りしますので、ご確認をお願いいたします。また企画内容のご説明の時にお伝えしたように、植物の指定はできませんのでご理解をお願いいたします。今回せっかくご応募いただいたのにもかかわらず外れてしまった方は申し訳ございません。再度7000名を超えたあたりでプレゼント企画を計画していますので、また楽しみにお待ちいただけると幸いです。次回は今企画中の陶芸家高見沢様にお作りいただいているこういった素敵な陶器鉢をプレゼントとして出したいなと考えていますので、楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。またエルバスファームのオンラインショップで使えるクーポン券をもう1週間発行させていただきますので、今回のプレゼントとして出したアガベやオベサなんかもありますので、気になる方はチェックしていただけると嬉しいです。では引き続き皆様のお役に立てるような情報を発信していくように努めていきますので、引き続き応援をよろしくお願いいたします。今回のプレゼント企画にご応募いただいた皆様、本当にありがとうございました。それではまた動画でお会いしましょう。